右の人物は愛知県東郷町の町長なんですけども、これはちょっと厳しいハラスメントですね、やってしまいましたと。でところがですね、岸君も全く同じ日に、あのこのハゲのですね、この豊田真由子さんなんですけども、この方が大ブーメランを投げたという、これもハラスメントネタなんですが、あの当時の懐かしいですね、あの衝撃のあの音声も最後の方でこれ、動画流しますんでね、そちらもぜひご覧ください。ということで、まず1本目はこちらなんですが、愛知県に東郷町というところがありましてね、そこの町長なんですよ。この地元の学校を出まして、地元の東郷高校を出まして、そして愛知大学、これ私学なんですけどね、これ愛知県ではみんなこう愛大なんて呼んでるんですが、そこを出ました、こういう町長がいましたと。でまあ要はね、ハラスメントしたっていうんですけども、これパワハラとね、こっち両方やったということなんですが、はい、町の職員にアンケートを取りましたら、こんなことが、言葉が上がってきたと。ちょっと厳しいですよね。で町長、まあこれよく言いますよね、フレンドリーに接してたんだけど、ちょっと軽口だったんだよね、ごめんなさいと。お笑いのツッコミみたいな形で軽く考えていたんだと。ということで、ここから音声が流れるんですけども、まあこれね、言葉はめちゃくちゃきつくはないんですけども、 なんかねこう人を小バカにしたような言い方でこういう表現使ってるんですよね。この辺もちょっと強かったですよね。はい、そんなやつ俺変態と、お前くらいだってそんなアホみたいな形で、これは町長ですから、やっぱり権力者になりますんで、言われた職員としてはかなり問題だったと思いますよ。でね、これについてもこの間も言ったやろ、アホちゃうか、もうね、こんなみたいな勢いで言ったのは事実だと。でこのような言葉使いましたかと言われましたら、結果的には私の不認識の至りでございますってこう謝っているんですけども、これはねちょっと違うでしょうね。このニュース見ると分かるんですけども、まあこれ町長がいけないということなんだと思いますよね。でただね、こういうものというのは、あの明石のこのね、泉市長の例もありましたけども、一部の本当にアンチがね、あの野郎ということでこういう音声を取って上げてくるんだけども、大多数の職員はいやいやそんなことないと、あの人はフレンドリーだよと。あれ泉さんって確かそのパターンでしたもんね。まあこれ人によって感じ方違いますけどもね。ただこの方の場合はまんべんなくこのような意見が上がって、そして複数が音声を取ってますので、これは町長が問題あると思いますよ。でもね、町長としてはお笑い的なツッコミのつもりだったんですけどね、ちょっとこう無配慮に使ってしまったなと。で最後はこれですわね、冗談で捉えられなかった方がいたとしたら、これは申し訳ないと。まあこんな言い訳をするしかないんでしょうと。でもこっちもね、ちょっとこれいただけないんですがね、これ東郷のこれ町の職員ですよ、セクハラ疑惑があったと。病気休暇を取る女性職員に何て言ったか、はい、いつこうなって帰ってくるのという言葉を言ったりだとかとか。いやこれはね、もちろんこの女性がね、こう明るい人にね、やめてよ町長なんて、こんな言い方のこれ間柄だったら、まあこれは別にどうのこうのって気しませんけども、こういう問題が上がってくるというのは、やっぱりこの女性にとってはもうふざけんじゃないわって思ったということだと思いますね。でね、彼女がハラスメントだと感じてたということであれば、これは私の認識違いがね、甚だしいというところでと、こうなると考えておりますと。まあこんなしどろもどろの会見をしていましたけども、まあ、町の職員からですよね、はい、これ面白いでしょ。今後ですよ、身の安全を確保するために、今後町長と面会するときにはボイスレコーダーの使用を義務付けてください、許可してくださいじゃなくて義務付けてくださいですよ。そういう声が上がってると。で町長としては問題ないとしか言いようがありませんよね。でもね、町の職員からですよ、ボイスレコーダーの携行を義務付けてくださいなんて、こんなもの町長やる資格ないでしょう。やっぱりこういうニュースってのはこれ偏ったこれ判断しちゃダメなんですけど、このケースにおいてはどうでしょう。これは町長が完全にアウトだという気が私しますね。でまあ第三者委員会を検証してね、それから自身の責任を判断というふうになってるんですけども、あとね、ここのニュース他の局でやってたんですけども、だからこの三流大学なんだよこの野郎って言い方をしたりとかね、あとはね、そうだからお前の仕事というのはパートのおばさんと一緒じゃねえかというね、まあそういう暴言もかなり吐いてるということで、この愛の無知から出たと言いますかね、熱い思いを持って言ったというんじゃなくて、単純にこういうことを言いたい人じゃないかなという気が私はこれ聞いててしました。さあお次は真打ち登場かもしれませんけども、あのこのね、豊田真由子さんなんですが、私も動画でたまに取り上げていますけども、関西に住んでますと、実はこのハゲの豊田さんなんですけども、たまにね顔を見るんですよ。なぜかと言いますと、夕方のレギュラーに準あのニュースですね、準レギュラーという形で出演してます。だからパッと見ると、あ、また豊田さん出てるわって感じなんですが、この写真はね、これ確かね、エバナの事件を起こした直後だったと思うんですが、今
今はね、当然スタイリストさんもねこうついてやっていますんで、髪型とか雰囲気が全然変わってますけども、ということで、実はこれ直近だったんですね。宝塚の問題ありましたよね。で、宝塚の会見があったんですけども、それにやめときゃいいのに、このトヨタさんが苦言を呈しちゃったんですよ。で、自身の声を棚に上げての発言に大ブーメランと。いやー、まさか自分に来ると思わなかった。いや、思わない方がおかしいと思うんですけどね。はい、一番下ですね、ヨンチャン TV、 これ毎日放送なんですけども、高校時代から宝塚を見続けているというね、このトヨタさんが、まあ、東大法学部卒業ということもあって、この法律も交えながら詳細にコメントしたと。実は私、このニュース生で見ていたんですよ。ですからね、これに対して豊田さんがあのハラスメントに対してね、こういうコメントをつけた時に私も驚きました。あの妻と一緒に見ていたんですけども、この人がこれコメントするか、おいっていうね、思わず言っちゃいましたもんね。で、言ってたんですけども、これ絶対にネットでこれ疲れるぞと、予想通りになりましたと。で、ヒアリングもそうだし、亡くなられた方をめぐる状況についても表面的なやり取りだけを見て判断して、そこに潜む本質的な問題に全く触れてない。例えば言いたいけれども言えなかったということに対して、言えなかったでしょうね、あの豊田さんにね、あの叱責された人もね、言えなかったことは何というところを探してあげるのが本来この問題の解決策だと思うので、そういう意味では全く足りていないと思いますと。さあ、そして2017年衆院議員だった豊田氏は政策秘書に、このハゲ違うだろうと大絶叫で、まさに大絶叫です。あ、この後動画流しますからね。大絶叫で暴言を浴びせた上、殴るなどして責任を取って、殴るなどしてですよ。そして自民党を離党して、同年の総選挙は無所属で出馬したが、当たり前ですよ。落選しますよ、これは。ですからネットでは、ハラスメントの責任を取って離党した人がハラスメント対応を論評ってさすがに節操ないかとちょくちょくお出になられますが、ご自身の件は似たような声されてましたよね。よくハラスメント問題に口出せるなということなんですけども、これね、豊田さんもこれ気づいてたと思うんですけどもね、頭の良さはピカイチだと思いますんで、それでもね、あの平然とこうコメントしてね、ハラスメントのことを言ってたのはどうかと思いますよね。だけど、このコメントも出てますけども、言ってることはね、すごく的を置いてるんですよ。確かにあなたの言う通り、でもあなたはっていうふうになっちゃいます。まあ、あんまりね、昔のことをうじうじ引きずるってのは良くないと思うんですけども、これは衝撃的だったですし、私もね、未だに疑問を思いますよ。この人は結構ね、いろんなことでこう客観的にね、これはこうすべきだよねなんて言ってますけど、やっぱりね、何かおかしいような気がするんですね。じゃあですね、はい、その当時のこと、あの例の録音ですね、こうニュースで流したシーンをこう見つけ出しましたので、まずそれ聞いてもらいましょう。このハゲ、いや、すいません、ちょっと違うだろ、すいません、違うだろ、ちょっと運転中でも違う、あの叩くの申し訳ない。 お前はどれが私の声叩いてる、はい、あのお前はどれが私の声叩いてる、はい、その痛みはもう分かってないよ。いや、叩くのはすみません。お前はどれが私の声叩いてる、叩く私は叩くのはすみません、痛いよ、はい、これ以上私の顔を下げるな、はい、私の心を傷つけるな、お前は叩くのよっぽど痛いよ、はい、バカよお前は。いやー、インパクトがありますよね。あのね、今更ながらに聞きましたけど、これ激しすぎるでしょ、こらとかわーぐらいならいいんですけど、もうこれね、完全にこう錯乱状態に陥ってると思わざるを得ないでしょ。こんなことありえませんよね。で、こういうことをする人がね、国会議員をやってたということ自体がもう考えられません。だからどうしてもこのことがあるもんですから、今ニュースでね、コメンテーターやっていろいろ言ってるんですよ。豊田さんが耳にね、頭に全然入ってきません。腹に落ちないんですよ。もう出た瞬間にこのハゲーというあの頭が出ちゃいますんでね。さあ、ではもう一本動画見ていただきましょうか。これはね、彼女がこの後無所属、自民党を離党した後に無所属で選挙に出たんですけども、落ちるに決まってますよね。その時のこの敗者の弁でございます。この私を支えてくださった、私なんか本当に一生懸命、私なんかのために動いてくださったので、そのことに本当に感謝をしますし、本当に人生で大事なこのことを教えていただいたと思います。地元の有権者から厳しい審判が下されました。この先、政治活動はどうしていく考えですか？それについてはまだ全く考えて
ておりません。あくまでもこの選挙戦をどう戦うかということについて、まあ、復帰をして間もない解散総選挙でしたので、まあ、今回の結果も含めてこれから考えてまいりたいというふうに思います。いやー、これはねしょうがないですよ。豊田さん、あんなことやられたらそれはね投票する人いるわけないですもんね。まあ、この後ねしばらくどこ行っちゃったんだろうなと思ってたんですけど、パッとある日気づきましたらドーンとテレビに出てきたんですよ。初めて登場した時のね、私覚えてますよ、見てましたもんニュース。と思ってね、豊田さん出てると、これ誰が引っ張ってきたんだ、あるいはどっかの事務所に所属してるはずなんですけども、誰がねじ込んだろうと、だとね思いましたよね。はい、ということで今回はハラスメント2発でございました。